湯村温泉は、兵庫県三方郡新温泉町大浅湯にある温泉。平安時代海湯という歴史ある山陰の山海にある、閑静な湯治湯。湯煙の里と称し、また1981年の NHK ドラマ、夢千代日記のロケ地としてその風情が、全国に知られるようになり、以来、夢、千代の里とも称する。荒湯薬師湯春木川と触れ合いの湯春木川と、 温泉街春、雷火藩、ライトアップ湯村恵比寿店、金雲の湯、松尾芭蕉の今日ばかり日とも年寄れ初しぐれというく日が1832年、薬師堂境内に森田本山によって建立されている。長年の風雪で文字が読み取りにくくなっている。ABCDE、関西中部の名刀、秘湯徳馬書店湯村温泉、公式観光サイト宿泊湯村、 温泉旅館料院組合兵庫の温泉旅館、三好屋グランドホテルが、破産申請し、倒産 FK 景コム、む、2011年4月6日夢、千代日記の兵庫、湯村温泉で、客数回復外部資本参入など影響、産経新聞、2013.1、8http コロンスラッシュスラッシュ、www.iumura.gr.jp スラッシュ。 湯村温泉鳥っり駅結ぶ、夢めぐりエクスプレス廃止赤字続き、来年3月末、神戸新聞、2020年11月16日閲覧、ニュー、夢田島周遊バス、田島ワール、ありがとうございます。